オリエンテーリング。オリエンテーリング。英語、オリエンテーリングは、地図とコンパスを用いて、山野に設置された、ポイント、コントロールをスタートから指定された順序で通過し、フィニッシュまでの所要時間を競う野外スポーツの一種。19世紀中頃スウェーデン軍が訓練の一環として始めたと言われる。日本ではしばしば、OL と略される。これは、オリエンテーリングの語源である。 ドイツ語のオリンティエンスローフ、方向を定めて走るを略したものである。重要なのは、走る競技ということであり、レクリエーションのイメージではなく、クロスカントリー層のイメージで捉えた方が実際に近い。クロスカントリー層との違いは、走るコースが全て決められているわけではないところ。また1990年代以降、スキーによる、 スキーオリエンテーリングや自転車によるサイクルオリエンテーリング、特にマウンテンバイクを用いるマウンテンバイクオリエンテーリングも普及している。これらと区別するために従来からのクロスカントリー層に基づくオリエンテーリングをフットオリエンテーリング、フットオリエンテーリングと呼称する場合もあり、それぞれの略称はフットー、フット、スキーー、スキー、マウンテンバイクー、マトボーを用いる。 主に山を舞台に行われるスポーツなので期限は登山に近いが、オリエンテーリング直接の期限は19世紀後半にスカンジナビアで行われていた軍事教練に求められる。競技スポーツとしてはノルウェーで始まり、トジャブスポーツクラブ主催により、オスロ近郊で開催された1897年10月31日の大会が最初のものである。この時のコースは、 現在の競技基準からすれば相当長いもので1 9 5トルもあり、コントロールはたった3つだけ置かれたものであった。ペダールフォッサム、ピーダーフォッサムが1時間47分7秒で優勝した。最初の大規模なオリエンテーリング大会は1918年にスウェーデンのストックホルムでエルンスとキランダーにより開催された。キランダーはボーイスカウト運動の指導者であり、 後に青少年に陸上競技を学ばせる機会としてスポーツに傾倒していた。この最初の大規模な大会はストックホルム南部で開催され220名が参加した。キランダーはルールの制定とスポーツとしての位置づけの開発に不信し、今日の北欧諸国ではオリエンテーリングの父として広く知られている。その後、方位自身の改良とともに、 1930年代には一般への普及が進んだ。最初の国際大会は1932年にスウェーデンとノルウェーのオリエンティア、オリエンテリング競技者の集めで開催され、1933年にはスウェーデンのコンパス会社シルバが新しいコンパスデザインのプロトラクターコンパスを開発した。サムコンパスの開発までプロトラクターコンパスは長らく、 オリエンテリング競技における中心的役割を担った。1934年までには100万人以上のスウェーデン人たちがオリエンテリング競技に参加するようになり、フィンランド、スイス、ソ連、ハンガリーに広がっていった。フィンランド、ノルウェー、スウェーデンの参加国では国内選手権大会が開催されるようになった。スウェーデンオリエンテリング連盟。 スウェンスコ・オリエンティングス・フォー・ワンデットが1938年に創設され、一国の統括団体としては世界初のものとなった。第二次世界大戦後、オリエンテーリングはヨーロッパ全域、そして北米、アジア、オセアニアに広がっていった。北米における最初のオリエンテーリング大会は1941年11月、フィンランドからの留学生、 ヒルッティハイス経年による運営のもと、ニューハンプシャー州、ハノーバーのダートマス大学において開催された。その後スウェーデンのオリエンティア、プジョーン・キエルストロムが1946年にアメリカに移住し、オリエンテーリングへの情熱を持ち込み、ノルウェー人のハロルド・ウィルビーの協力のもと、1967年に全米最大のオリエンテーリングクラブのうちの一つが創設された。 カナダオリエンテーリング協会も1967年に創設され、同年、カナダオリエンテーリング選手権大会がオタワ郊外のガイノーパークで開催された。また1993年にはニューヨーク州ウェストポイントにて北米初のオリエンテーリング世界選手権が開催された。また、オーストラリアでは1955年に最初のオリエンテーリング大会が開催された。 このような世界的な広がりに伴い、1949年には、スウェーデンサンドビ県において11カ国のオリエンテーリング関係者が参加した国際会議が開催され、規則の制定と地図作成方式の標準化について話し合われた。1950年代にノルウェーとスウェーデンでは、多色ずりのオリエンテーリング専用地図を開発し、これが世界的に普及されていく。 そして1961年に国際オリエンテーリング連盟、インターナショナルオリエンテーリングフェデレーション i f フが創設され、ブルガリア、チェコスロバキア、デンマーク、東ドイツ、西ドイツ、フィンランド、ハンガリー、ノルウェー、スウェーデン、スイスがこれに加盟した。1966年には i f フ主催の世界選手権が開催された。 1969年には IFA16 カ国が加盟。この時、ヨーロッパ以外の地域からは初となる日本とカナダが加盟した。また、1960年代には屋外競技という特徴と環境への関心の高まりが符合し、世界的なブームへと至った。今日では73カ国の国内組織が i f フに加盟している。これらの国々は、 すべての居住可能な大陸を網羅している。世界選手権は1966年から2002年まで各年で開催され、2003年以降は毎年開催されている。ユッコラリレートティオミラも1940年代から開催されている。最大のオリエンテリング大会であるオーリンゲンは1965年から毎年開催され、約1万5000人の競技者が スウェーデンの森で競っている。スキーオリエンテーリングや、マウンテンバイクオリエンテーリング、トレールオリエンテーリング、ラジオオリエンテーリングなど、新しい種類のオリエンテーリング競技が開発され、多岐にわたるジャンルの競技者の関心を呼んでいる。競技は特に、北欧諸国やスイスなどで盛んであり、フランス、イギリス、東欧諸国でも普及が進んでいる。ヨーロッパ外では、オーストラリア、 ニュージーランドが競合国となっている。1996年にオリンピック種目にオリエンテーリングを加えようという運動が始まった。2001年にワールドゲームズの一種目となり、夏のデフリンピックにも加えられている。しかし、オリエンテーリングがテレビ中継にも観戦にも向かない競技であり、また、競技会場は都市圏から話す必要が出る場合が多く、競技時間が 他の個人スポーツ種目に比べて長いといった欠点についての認識は、オリンピック種目への追加を推進しようとする側でも共有されている。このため、オリンピック種目に向く競技形式の確立が求められることとなり、パークオリエンテーリング、マイクロオリエンテーリング、スプリントリレーといった競技形式が出てきた。スキーオリエンテーリングは最もオリンピック種目になる。 可能性の高い競技形態として普及が進められている。公式の公開種目ではないものの、1998年、長野オリンピックに際して、日本の菅平高原で国際文化イベントの一環として、スキーオリエンテーリングの国際大会が開催された。IFE は2002年に国際オリンピック委員会に対し、スキーオリエンテーリングを2006年の鳥のオリンピックで採用するように、 正式提案を行った。特に提案では大会会場をバイアスロン競技と共有できるメリットについても触れられた。しかし、スキーオリエンテーリングは鳥のオリンピックにおける競技実施として正式勧告に取り入らなかった。オリンピック競技委員会は北欧諸国以外での競技普及の弱さ、放送事業者と観客が実施競技の観戦を容易に行えない難点。 新たな成績システム関連の技術開発に関わるコスト費の3点をその理由として挙げた。一方で IOC はスキーオリエンテーリングがオリンピック競技採用の有力候補であると認め2014年ソチオリンピックに向けて競技委員会の審査対象とすることを打ち中であるとしている。オリエンテーリング用の地図は専用のものが作られる。通常の地形図をベースに 細かい地形や植生、林の中の走行度、道の太さに至るまでの情報が人手によって記録され、作図される。地図の縮尺は主に1、1万、または1、1万5千のものが使われる。地図は競技の際に、初めて競技者に渡され、地図が作成される地域、テレインへの競技者の事前の下見などでの立ちりは禁止される。このため、 競技者は初めて見る地図と地形に柔軟に対応する力を持つ必要がある。通過ポイントは、道場などの簡単な場所にはないことが通常で、上位のクラスでは通過ポイント間の最適ルートが、森の中をコンパスを頼りに数百メートル直進することも多い。ルート選択やナビゲーション技術や、周囲の地形の読み取りという頭脳的ゲームとしての側面と、 地形変化に対応する足腰や基本的走力といった陸上競技としての側面を合わせ持ったユニークなスポーツと言える。競技規則や用いる器具、テレインなどにより以下のような種類がある。オリエンテーリングでは通過ポイントには標識が置かれている。通過ポイントのことをコントロールという。標識はルール上はコントロールフラッグというが単にフラッグあるいは ポストと言われることも多い。日本では一般的にシルバ社、スーント社、ノナメ社のものが使われている。コントロールフラッグは多くの場合性三角形を底面とした三角柱であり、側面の四角形が白、オレンジで塗り分けられ、底面は上下とも空洞になっている場合がほとんどである。材質は強度と持ち運びのしやすさの問題から、 多くの場合合成繊維であるが、パークオリエンテリングでは、紙製の簡易的なものを用いることもある。またパーマネントコース、口述ではコントロールが常に設置されたままのため、金属製のものが用いられている。各コントロールには、フラッグに加え、競技者がそこに到達したことを証明するための器具が設置されている。コントロールに到達したことの証明方法としては、 そのコントロールに設置されているパンチを記録用紙、コントロールカード CC に押すことが一般的であった。ここでいうパンチとは、丸い穴を開けるためのものではなく、1センチメートル角程度の範囲に数本から十数本程度の針がついており、これを押すことによって針がどのように並んでいるかを紙に記録することができる器具である。針の並び方がコントロールごとに異なるため、 競技者がゴールに到着した後にコントロールカードに押された穴の形状を確認することで全コントロールを通過したかどうかが確認できる。1990年代後半からはコントロール通過の際の照明をパンチと CC に代わって電子的な記録装置、電子パンチによって行うことが一般的となる。これにより競技大会の運営者がコントロール通過の確認や 競技記録の速報が容易になるとともに、競技者の側でもコントロール間を、どのようなラップタイムで通過したかといった、競技内容の把握可能になる利点がある。イミット社、スポートデント社のものが存在し、国内でも使用されている。また、コントロールに書かれている文字を記録用紙に書き込み、ゴールに着いた後、答え合わせをするという方法が取られることもある。 野外活動センターなどの常設のオリエンテリングコース、パーマネントコースには専用のコントロールが設置されていて、アルファベット文字の標識が掲げられている場合が多い。オリエンテリング用のユニフォームには、軽く通気性が良く、競技中に遭難した場合でも発見がしやすいように、カラフルな衣装が用いられる。日本では、ノルウェーのトライムテックス社製のユニフォームが、 圧倒的なシェアを占めていることから、ユニフォームのことは一般的にトリムと呼ぶ。海外ではオースーツと呼ばれている。スプリントやミドルでは陸上競技の長距離選手のようなウェア、ランニングパンツ等で走る選手もいるが、走りやすい反面、そうや木の枝で負傷する可能性は高くなると思われる。オリエンテーリングができるように土地管理者や土地所有者、 行政機関に許可などを取り、地図化した範囲の土地のこと、テレーン、A、第一より、ゲレンデと呼ぶこともある。一つの大会で使われるテレインは一つだが、インカレや世界選手権など、大きな大会では、複数のテレインを用いることがある。また、一つの大きなテレインを、コースの種類や規模により分割して、複数のレインとして使用することもある。 テレインには固有の名前があり、これは地図を制作した者、または団体が命名する。オリエンテイリング愛好者の中では、テレイン名イコール場所というイメージがあり、待ち合わせ等にテレイン名が使われることがある。地図の作成は、主にオリエンテイリング大会の大会実行委員会により行われ、その過程は調査と呼ばれている。一般に、調査の前に使用する土地の使用許可を取る。 交渉する相手は土地の所有者により様々である。調査は大きく分けて3段階に分けて実施される。かつては地図調査者の調査したデータは作図者に集められ、五色、黒、茶、青、緑、木に分けてトレーシングフィルムに作図された。作図には製図用のペンや市販のスクリーントーンが用いられた。作成したフィルムは印刷業者に持ち込まれ、 活字を載せて印刷される。印刷用の版を作成するのに費用がかかるため、一度に多数、数千枚の地図を印刷することが多く、地図の更新、追加印刷はあまり手軽ではなかった。1990年代後半頃からパソコンによる作図が普及してきた。当初は汎用の作図ソフトが用いられたが、2007年現在では、 おしりという地図編集ソフトが使われることが圧倒的に多い。作成したデータは印刷業者に持ち込んで印刷することもあるし、市販のカラープリンターで印刷されることもある。大量に印刷する場合は、前者の方がコストも安く印刷も高品質であるが、多種類の地図を少数印刷する場合には、後者の方が有利である。これらの技術の普及により、地図の更新、 印刷は手軽なものとなっている。競技オリエンテイリングでは、コースは競技直前に設置され、競技直後に撤去される。これに対し、練習やレクリエーションを目的として、恒常的にコースが設置されることがあり、これをパーマネントコースという。パーマネントコースは難易度等の関係で、道路近辺にコントロールを置いていることが多い。全国単位の競技組織として、 日本オリエンテーリング協会が存在する。現在、日本で競技として楽しむ人、オリエンティアの数は数千人、その多くが大学のサークルで始める人々である。遠足等で広く一般に認知されている徒歩オリエンテーリングとの関係であるが、日本におけるオリエンテーリング普及の歴史と関わりがある。オリエンテーリングが70年代に日本に輸入された時に、 国民体力づくり運動の一環として、レクリエーション手段としての PR を強化した結果、オリエンテーリングの一種目としてのグルークラスが一般に浸透してしまい、本来の競技スポーツとしての理解が得られにくくなった経緯がある。また、日本でオリエンテーリングが行われる環境は人里近くの山野であり、多くの競技者が山に入った場合、他の野外活動以上に、 自然環境が荒廃する問題や競技者のマナーの問題から知見者や域社会との関係が悪化する場合もある。オリエンテーリング競技はマイナーなスポーツであるため地域社会の理解を得て良好な関係を継続して築いていくことが重要である。2005年8月にはオリエンテーリングの世界選手権ウォックであるウォック2005がアジアでは初めて日本、愛知県で開かれた。 また、これより、先、2001年に、秋田県で開催された第6回、ワールドゲームズにおいても、正式種目として開催された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。